はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの職業を今一度使ってみようと思います。これ、遊び人ですね。以前使ってた頃は弱いよねと思ってましたけども、遊び人、ブーメランが装備できるんだよね。ブーメランといえば、全武器中、かなり上位に食い込む、強い武器となってます。装備できるんだよね。で、ブーメランをつけると強くなる職業、レンジャー。レンジャーと遊び人のステータスを比べると、まあ、レンジャーの方が断然上なのよ。上だけども、素早さと器用さは、遊び人の方が上です。し、力も若干低いぐらいなんですよ。若干低いぐらい。なので、遊び人もブーメランをつければ全然使えるのではないでしょうか。ということで、今日は遊び人ブーメランやってみましょう。それでは、まずは、遊び人をやる前に、レンジャーだったらどれぐらいダメージを与えれるのか見てみましょう。レンジャーですね。で、シャインスコール使ってみます。レンジャーだと、こんぐらい。1200とか、そんぐらいですね。いや、ちょっと今の敵、なんか、あれだったね。動いてなかったな。そういうことあるよね。まあ、これぐらいのダメージとなってます。もう一回いくよ。シャインスコール。1100から1200ぐらいか。おぉ、いいダメージ出しますよね。これがレンジャーですね。次、遊び人、どれぐらいダメージを出せるんでしょうか。では、続きまして、遊び人ですね。HP とかはね、やっぱり、レンジャーの方が上だけども、うん、一番やっぱりね、見てほしいのが、器用さだよね。器用さが高いっていうところが、いいのではないでしょうか。シャインスコールいきます。どれぐらい？うん。これも、そんなにダメージ変わらないですよね。そんなに、ダメージ。まあまあまあ、変わって50とかそんぐらいなので、全然4桁ダメージ出すことができます。もうブーメランさえ装備すれば、遊び人でも、レンジャーでも、そう変わりはないよね。強い。それでは、伝説の三悪魔、これ戦ってみましょう。レンジャーと遊び人の一番の違いはやっぱあれじゃないですかね。攻撃した後に追加で遊ぶっていうことだよね。あれがやっぱり遊び人は強いと思うんだけども。まあまあ、効果がね、いいやつが出ればなんだけど。うん。でもまあ、出る可能性も全然あるんで、使っていけるよね。まあ、パルプンテは微妙だけどね。パルプンテは結構微妙だったんだけども、ブーメラン持った遊び人は強いと思うな。フローズンバーロもこれ強いもんね。結構いくでしょ。いくね。やっぱ2000ぐらいいくし、バイキルトかければ、もっと全然いくし、あと耐性次第では3000とかいくからね。これはやっぱり遊び人も、使っていって良さそうな感じですね。まあまあ、仲間たちの方はだいぶ強いけどね。だいぶ強いんだけども。まあ普通の主人公キャラとしては、遊び人も全然、ありか。やっぱ遊ぶが強いからね。必殺技の後には遊ばないんだな。おそらく。必殺技の後には遊ばないでしょう。わお !4000! とんでもねえな。すっげえダメージ出たね。氷弱点かな。とんでもなかったな。サミダレで倒せるし。はいはいはい。もうここでね、連撃打ってもいいけども、もったいないから。わあ、そっすごいな。フローズンバードでフィニッシュしちゃいましょう。どれくらいいく？
わあ、やばいほど強いね。やっぱりね、ブーメランが優秀すぎるんだよね、武器として。めちゃくちゃ優秀じゃん。はい、それでは戻ってきました。遊び人はね、優秀だね、優秀。やっぱり、攻撃をした後に、ついでに遊ぶっていうのが、まあ、今回は出なかったけども、あれは優秀。まあ、いいのが出るかどうかはわかんないけどね。いいのが出れば本当にラッキーだからね。あれはいい。で、やっぱり、装備だよね。装備が、ものすごい遊び人は優秀です。まず、ブーメラン装備できるっていうところがいい。実際、ブーメラン装備できるのが、遊び人と、レンジャーと、あと、賢者なのよ。うん。やっぱり、ブーメラン使うと、強いよね。すごい武器だ。と、あとこれ。クラウン系。これが装備できるっていうのも、俺はね、強みではないかなと思います。クラウン系は、器用さが、ものすごい上がるのよ。多分、全装備中一番今のところ上がるんじゃないかな。器用さが、全部で80プラスされます。これはね、なかなかいいと思います。で、遊び人は、踊り子に次いで器用さが高いので、会心の一撃が出やすい。これも一つのポイントではないでしょうかね。はい。今日はちょっと遊び人使ってみましたけども、いや、レンジャーと、まあ、あまり変わらない。いや、むしろ、攻撃的な面としては、遊び人の方が上なのかもしれません。うん、素材集めではレンジャーがね、絶対いいけども、やっぱり遊びを使える遊び人は、なかなか優秀ではないでしょうか。うん、ちょっとこの前までね、評価が低かったんだけども、ブーメランを装備しだして評価が爆上がりしましたね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。以前の動画で、遊び人のパルプンテ100回やってみた検証動画、そして、ダストンの500回遊ぶをやってみた検証動画、これもありますので、ぜひチェックをしてみてください。さあ、今日のパルプンテは何でしょうか？いいの出てよ。大当たりだけどもダメージゼロ。